こんにちは、レイです。Hey, Kimeko. Welcome back to Ray San's YouTube channel. Hi. 終わりです、解説これ今の。英語難しすぎて何もわからん。どこが止まるのかわからん。ということで、今回はですね、企画史上の、Kimeko さんと、コラボなんですけど、企画史上に英語を教えてもらいながら、フォートナイトやっていきたいと思います。どういうことかっていうと、ゲーム中に結構、英語って喋るじゃないですか。なのでなんかのイントネーションとか絶対おかしいんですよ。知らずにみんなやってるんで、ポンプとかそういうのをなんかいちいち全部指摘してもらいながら、まあ、英語を学びながらゲームをするっていうね、もう画期的なチャンネルです。今回は緊張してます。全く喋んないっすね。あ、すいません、喋ります喋ります。じゃあ今日はオッケーオッケー。そう、俺のことをゴミだと思って気をやってくださいって言ったんだけど、直接ゴミっていうのはまた変わってくる話が。ということでね、本編やっていきたいと思います。Let's go。 よーし、よーし。なんでそのなんか英語っぽいの。よーしは日本語やんな。よーしは日本語。よーし日本語だよね。キムコさんが言うとなんか英語っぽく聞こえるんだけど。よーし、やっていこうぜ。じゃあ、多分きなこさん弱いんで、きめこさんだったらごめんなさい。うんこだな。きめこさんのその名前の由来って何なんですか。私の名前の由来が、ゲームやってる時にテンション上がりすぎちゃって、はいはい、なんか決めてる人みたいになっちゃうから、はいはいはい、友達がそのままつけて、そのままずっとやってたら可愛くなっちゃう。なんかあれですか、決まってそうみたいな、そういう意味ですか。そういう意味です。バカ時事ネタなんだよな。大丈夫大丈夫。全然大丈夫そうじゃない。喋らないと死ぬじゃん、もう絶対。そう、沈黙が苦手だから、とりあえず 何かしら音を出してます。いらねえ音。そのBGM つくから。セルフ BGM いらんから。だからこれ多分キメコさんってなんか突然現れたっすよね、本当に。会話にそうですか。ちょいちょい TikTok で出してたんですけど、そうですね、 YouTube でなんかその、ね、って感じです。はい。日本語苦手もしかして。全然喋れてないんだけど。日本語の方が得意です。日本語の方が得意なんだ。日本語の方が得意、私です。 Help me, help me, help me, help me。 じゃあ早く助けに来て。そんなこと言ってないで。キノコのコの子、元気の子出てか。待って待って、マイスター。あー、下打ちしたった、ごめんごめん。あっ、オッケーオッケー、ナイスです。ナイスジャーブ。なんかもう英語出ちゃうの。私日本語の方が得意です。もう日本語の方が長いんで。あ、そうなんだ。日本語です。じゃあ普通に喋ろうと思ったら喋れるんだ。あ、そうですそうです。あ、なるほどね。多分日本語でデフォ喋ってくんないと、はい、うちの編集者学ないから死ぬっすね、このままだと。じゃあなんか、そうだな、せっかく英語を教えてもらえるから、女の子をじゃあ例えばナンパする時とかに英語で言いたいんですよ。はいはいはい、付き合ってくださいとか、なんて言うんですか、はいはいはい、英語で言うと。 You wanna go out with me? みたいな。え？ You wanna go out with me? You wanna、 You want to のなんか早く言ったやつ。 You wanna、 You wanna go out with me? You wanna go out with me? Do you want to go out with me?を早く言ったら、Do you wanna go out? ごめんごめん、一個もわからん。え、待って、俺がバカなんか、発音が良すぎるかどっちかわからん。簡単なやつにしましょう。好きとか。簡単なやつか。普通に、I like you? I like you! Yeah, 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 I like you! もう女の子いたら、どうやって口説きますか。好きな子いたら、どうやって口説きますか。それを日本語訳、英語訳か。I like you じゃないの。君のこと好きだよ、みたいな感じ。うん、じゃあみんな、これやね、告白するときは、I like you って言ったら、もう絶対成功するから。関係なる、絶対。もっとなんかね、臭い、多分口説き文句とかあるんですけど。簡単な臭い口説き文句ないですか。え、普通に You're pretty とか。You're pretty? You're pretty! 君かわいいね。あ、You're pretty! いいね。 OK、 一個覚えた。じゃあ結婚してくださいわ。 Marry me。 Marry M-A-R-R-Y。 Marry me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 、 そうです。おー、Marry me ね。すぐ結婚してくださいって。 OK。 なんか話変わるんですけど、はいはいはい、某王子キャラのところにスパチャしてじゃないですか。出ましたね。めっちゃなんかめっちゃガスパめっちゃしてじゃないですか。ひろこさん、あれもしかして金持ちっすか。違う、気づいたら勝手に手がガスパに顔してたっていう。絶対金持ちじゃん。絶対持ちじゃないです。マリミー、マリミー。Yeah, sure, if you wanna。 いや、わからんわからん。まあ、いい
いって言われてんのか断られてんのかも何も分からん。君が良ければいいよみたいな感じ。いやチャラい女だった。これもう多分ここら辺で今編集者過労死だな。ソーリーソーリー大丈夫大丈夫。こっからじゃあ日本語縛りにしましょう。編集者のためを持って。そうですね、英語を学ぼうの会はここでやめます。あ、もう終わりですか。もうやめます。俺が編集者にめちゃくちゃ怒られますこの後。お前これ編集は無理やろ。これ見たら多分あの今後ねキメコさんとコラボしようと思った人が今頃挫折してる。編集無理だ。やだやだ、みんなやろうよ。頑張って日本語喋んないと。今日日本語ですよ。あの本当にでも日本語だと何喋ればいいのかなんか分かんない。ああ難しいんだ。そうなんか英語だとそんなこと言ってても分かんないよねっていうノリでなんか。ああそれよくやってる。あのキャプテン翔太がよく配信中に暴言はごめんなさい、言うの焦った。キャプテン翔太がやっぱ配信中に暴言吐くと良くないからって子供たちに分かんないように英語で暴言吐いてる人。あいつめちゃくちゃ悪いやん。よく聞いてほしいみんな翔太の配信。あいつガッツラ悪口言っとうからな。めっちゃいるねこれ。いますねめっちゃ。良い人が多いですね。レイさん の, あ, のあれに合わせて合わされてるのかな。あーそうっすね、スキルマッチがあるんで。まあ、僕が勝てば問題ないってことっすよ。キャンベーチクリンタダーアウナイスオンギャオギャオ。あれ日本語しまり日本語しまり。あ、いやじゃあさあ日本語しまりやる。日本語が変なんだよな普通に。日本何年ぐらいいるんですか。22-8ってなんだ。 22-8 は14もいるの。14もいます。バリバリ日本人やんじゃん。バリバリ日本人です。でもコミュ障だから人と喋ってこなかったから慣れてない。でも英語も喋れないし日本語も喋れない。ラブリーだ。無理じゃん。もう無理なんですよ。帰国子女あるあるかは私がバカだけなのかもしれないけど、あのどっちも中途半端みたいな。あの、ありがとうございます。なんかいつもじゃあ一緒にゲームする人とは日本語。いや、いつもゲームする人いないんで。一人。そうだよね。だからあの遊んでください。夢いるっすねこれ。そうか、しゃべり得意だから。やばいかもしれんかも。あ、まあ、ちょっと待って、ちょっとあかんのこれ。あ、OK。あ、危な。俺死んだら負けだこのゲーム。待って待って、わかんない。とりあえず生きてください。はい、わかりました。とりあえず生きてください。ずっと狙われてる。助けて。ちょっと待ってください。あ、うやう。あ、これで飛べるっす。これでピョンってジャンプするんで。これいくっすよ。これジャンプ、はい、ジャンプ。あれジャンプ知らない、もしかしてこのゲームの。これで飛べるっす。これでオッケーです。ついてきてください。はい、ついていきます。ケケロチーチー。おう、釣りやった。またね、フライトさん好きんだ。さあどうしましょうか。俺ら健在もないですからね。持っておきますか一旦。ワンチャン来そう。健在とか持ったりしますか。はいはい、はい、あ、ありがとうございます、はい、これしか持ってないんだ。貧乏すぎん。ないなぁ、他に。やったやった。ナイスです。ホテルと今日初めてインストールしました、もしかして。そんなことじゃないんですよ。あれだって、あ、動き方も分かって。なんでしょうか。すごいなこの人。怖い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 。怒られてる。怒ってない怒ってない。なんか話すかここで。トマラさん動けないんで。まあフォークはレイさんが得意だから。レイさん、レイさん。何がいいかな。ちょっと待って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 。敵来てるんだけど。めっちゃ考えさせてくれない俺らに。キムコさんって今え土地公開してます。土地土地は公開しないです。やっぱ金持ち。土地持ってる、もしかして。やっぱりこの人金持ちだったのか。私は公開しておりまーす。いいな。しろしろしろ。俺らこもっときますか。この中解禁されときましょう。二人きりですね。あ、そういうキャラなんだ。そういう系なんだね、きっと。でもホットな界隈チクメロディっていうなんかセクシー系今いますよ。チクメロディさん、ご存知存じ上げておりかすます。ほぼ喋れてない。喋ってるつもりよそれ。え、じゃあ難しいなこの人。あ、ごめんなさい、嫌わないでください。何路線なんですか。え、ずっと英語喋ってる系の動画上げてるんですか。そうなんですよ、喋るの苦手だから英語。なるほどね。じゃあもう俺はもうこの日本語だけ喋れてる時点でも個性消えたんだ。そうそうそう。もう何もできないんだ。もう何もできない、私は何もない。なるほどね。そうです。あ、これあとでも3人だからワンチャン勝てる。こっち側に飛んでいきたいから後ろ行くよ、はい、ジャンプしてね。はいはい。あ、ナイスです。さあラスト勝たせてもらうか。これ上がやばすぎる。テッショで抜いた上。違う、 1v1v2 だこれ。あと1人ずつだよ。頑張って走れば大丈夫よ。はい、うん、
オッケー、ラスト1人、ラスト1人勝てるよ。崩せよ。勝った、イエーイ、勝ったということで、今回は、まあ、英語を教えてもらうっていう回だったんですけど、まあ、最終的に英語を喋らせないっていうもう企画とおやけのことしてるんだけど、あのキリオコさんのチャンネルはね、概要欄に貼ってるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。